じゃあ回ってるんでいい感じで温まったところで、今回のゲストはですね中村俊太選手です。わーい。かまたま、すごい、もうここ日焼けして真っ赤やね。いやもう暑いですね。暑いよね。しかも今ちょっと結構面白い話してたんでいろんな汗が出てるところだとは思うんですけれども香川県は2年目っていうことですけど、はい、どうですか、慣れましたか？もうどこもナビいらないです。あ、もう全部覚えた。はい、よく行くとことかありますか？サンフラワーのスタバですそれ言って大丈夫だほんならみんな行くやん全然、まあ、大丈夫、まあ、別にそんな長い時間ゆっくりするとかないですけど、うん、まあ、そういう時もあるけど、うん、割とコーヒー買いに行ったり、うん、ドライブスルーしたり、うん、割と行くかもしれないですね。そうでね、なんだっけ、新体制発表会でなんかチームがあるって言ってたじゃないですか。はい、源ちゃんのあれは活動は最近どうなの？まあその活動自体は、うん、なんかその去年は、うん、一緒になって活動していたところから、うん、今年はなんかこうやっぱ それぞれが、まあ、一人だソロ活動的な感じでやっぱおのおのがこうソロで活動してうん、うん、個人的にレベルアップしてまた大きくなって集まるみたいな感じのバンドか。そのためにまあ一旦アイドルか、まあそうですね、なんか一旦ちょっとおのおの強化期間みたいな感じで。あ、でも仲違いじゃないってことね。あ、全然、まあ、去年は言ったらもうその束になんないと あれだったところから、はい、それぞれがちょっと自分で個性をもっと身につけてこうよみたいな、うん、ごめん、何の活動なんそれ。そう、わざわざそんなおのおので力つけるようなことかい。これでそれでまたこうで気づいた時にチームエンドが、あ、去年よりでっかくなってたねみたいな。あ、そういう感じ。チームエンドが何をしているのかがちょっと謎に包まれてはいますけど、このエンド、チームエンドもそうやけど、かまたまーれさぬき自体もそんな感じじゃない？あとはもうシンプルに源くんが今年から副キャプテンになったんで、うん、やっぱり源くん自体が副キャプテンとして全体を見てるような感じはすごくするんで、うん、そういう意味でもいい意味で僕らはそんなずっと一緒にいるとこから卒業しなきゃいけないなっていうのはやっぱ責任感の強い方なんで、チームをすごく考えてる人だから。そうなんや。やっぱりだけどできる限り源くんにこう迷惑はかけないように僕今年同期とか多いんで、うんうん、若者たちが極力変な源くんにストレスだったり、うん、必要以上になんかこう与えないようにっていうのは、うん、少し今みんな僕は考えてます。すごい偉いね。ご飯はじゃあどうしてるんですか？だからまあ僕は、うん、だからまあお昼に関しては、うん、麻婆くんは今年も引き続き、うん、僕のそばにいてくれるんでそうなん。最後になんか好きな曲とかありますか？なんかこうヒーローインタビューの後ろとかで曲をかけてるんですけど、うん、ある？僕エグザイル大好きなんで。あ、そうなん？自分エグザイルだと思ってるんで待ってエグザイルの中村俊太さんみたいな。結構そうですね。あ、そう、個人的には結構千葉の淳だと思ってるまあでも、まあ、道とか道でもまあでもなん、まあ、バラードだったらもう何でも。え、バラードもするの？バラードしかって感じですよ。バラードが好きです。あ、そうなんや。こう上がる系じゃなかったね。全然もうなんか失恋ソングとかでもラブバラ、ヒーローインタビューの裏やけどそれでいいん？あ、もうなんかラブバラードみたいな感じが。あ、はい、今回はですね EXILE の中村俊太さんにあ、違うかったお越しいただきました。